が、去年のクラウドファンディングで、まあ、ここの回収ってことで、ジムの回収っていうところで、ここ元からしたらすげえ綺麗になってるでしょ。めちゃめちゃ綺麗になってるし、物がいっぱい溢れてたから、こんなに広く感じなかった。そう、だからここを回収するっていう形で、で、あの実際にあの寄付いただいた方の名前もここにお名前掲載っていう形で、あのこういう形で載せたりとか、プレミアとかも結構入れ替えたりしてるんで、うん、って形で、うん、2021年かは向こうやって、アカデミーフィールドやって、で2022年がここ、うん、って形でやって、ってことかな。だからまあ本当にあのクラファンで多くの方に賛同いただいて、まああの、アカデミーとかトップチームの施設改修ってことで、まあ、いろんな形でね、あの、賛同いただいて、支援いただくっていう、うん、皆さんと密接になってる感じするね。うん、まあ、皆さんのその協力というかお越しいただくことで、まあ、トップチームの環境がもっともっとこう良くなっていくといいかなっていう感じかな。いや、なんか、まあ、怪我も多かったし、うん、あ、もっと時代ね、相当ここにいる時間長かったから、もっとそこでね、うん、トレーナールームとかって、うん、だから本当に筋トレとか、まあ、トレーニングの機械を使うことも多かったし、新しくなってていいね。ね。だから今回も、まあ、こういう形で、うんうん、まあ、元の引退試合もそうなんだけど、まあ、クラウドファンディングも一緒に、うん、やって、でそこでまた皆さんにこう何かね、選手のこのトップチームの環境が良くなるようなものを作れればなっていう。そうですね、うん、まあ、ということで、はい、まあ、アカデミーフィールドだったり、うん、トレーニングジムも、うん、見てもらったんだけど、うん、どうでした？アカデミーフィールドに関しては、まあ、未来のアントラーズの選手を育てる、うん、まあ、人間、まあ、人間を育てる部分でもあるけど、そういう意味ではすごくいいところを作ったし、まあ、その子供たちがサッカーやる環境、まあ、ジュニアから、うん、やってるんですよ。あ、もうユースまで。ユースまでやってるから、そういう意味ではすごいいいところを作ったなと感じてるし、うん、まあ、こっちのクラブハウスの、トレーニング施設の改修は、うん、あんなに広いと思わなかったし、めっちゃ物がね、いっぱい入ってたし、ね、うん、大きさは変わってないけどね。そう、大きさは変わってない感じはしたけど、うん、まあもう本当倍じゃないけど、めちゃめちゃ広くなってる感じはして、もともと怪我が多かったから、あそこにすごい言うこと多かったし、うん、トレーニングすること多かったし、けどあれぐらい環境、まあ、すっきりしてて、環境良ければもうみんなも集まってくれるような環境でいいかなと。効果も上がりそうだよね、トレーニング効果もね。効果も上がるし、なんかすごい選手のコミュニケーションも取れるし、あそこで、うん、今回、まあ、元の引退試合をやるのと一緒にね、うん、クラウドファンディングもまた今年も、やりたいなと、まあ、そこに元も協力してもらえるっていう中でね、今回、うん、どういうものが欲しい、欲しいっていうか、まあ俺ら現役の時って、うん、風呂が欲しいとか、そうね、マジ風呂とかね、いろいろ言ってて、で結果的にクラブハウス増設、うんうん、まあ、去年一緒に、うん、ツアーなんかもやったんだけど、クラブハウスも増設されて、まあ、立派なロッカーとお風呂っていうものができて、うん、できてた。元的にはじゃあまた今年もクラウドファンディングをやって、うん、どういうものがあったらいいなっていう、その選手強化とかっていうのはある？まあ、スタジアムのあれだね、選手のベンチとか。あ、ベンチね。っていうのはあんまり変わりがない、昔から変わってないので、うん、まあ、そこの環境を良くしてあげるのは選手は喜ぶんじゃないかなと思うし、うんうん、なんかカフェとかか、あ、ドラッグカフェ、ね、うん、まあ、今カフェなんかはコロナ前って元が知ってる時って皆さん使えてた、そうだ、ね、サポーターの皆さんが使えてたっていうのはあるんだけど、うんうん、今、まあ、コロナ以降は
一応その選手とスタッフ職員だけっていう、あとはだからそのメディアの部屋とかになってたりして、なかなかこう稼働できてない。ドリンクとかも買えないの？そう、買えない。ドリンクも？うん、まあちょっとみんなが使えるような、まあ、選手がもっと関係よく使えたりとか、うん、あとは一般の人も多少使える。ただコロナもちょっとね、開けてきたし、うん、これからどんどん変わっていくかもしれないけど、まあ今なんかもう暑い日が続いてるから、そうね、やっぱそこの水分補給じゃないけど、うん、まあちょっとね、変えるような、そうね、ね、ものがあったりすると、まあ確かにいいかな。まあ選手も嬉しいだろうし、うん、まあ、ファンサポーター見に来た人たちも助かる、うん、といえば確かに、まあ、そうだね。だそう言われるとやっぱり今選手ってやっぱりトレーニング後いかにこう食事を早くとるかとか、うん、っていうところではね、あのクラブハウスで、まあ、カフェができてそこでみんながこう取れたりするとよりねトレーニング効果っていうのも上がるだろうし、体にとってもいいだろうし、だからまあ選手がそこすぐ取れるようなものプラス、まあ、ファンサポーター今もう今本当すごいのよ、うん、あのコロナ明けてファンサポーターの皆さんやっぱファンサービスも開始してるから、たくさんの方がこう練習とかも見に来てくれてるから、うん、 そうだね、そこに対して何かこうやってあげられるといいよね。それがあると嬉しいね、うん、僕も嬉しいしファンサポーターのおかげで成り立ってるんで、うん、そうだね、うん、まあ、今聞いてる話だとカフェいいかもね。そうね、選手もサポーター持ってるところで言えば、うん、まあ、それが一番いいかもしれない、うん、ないね、うん、元らしいというかね、やっぱりサポーターあってのっていうところもね、うん、あるしね、鹿島は特に。カフェかな、この話カフェがいいかもしれないですね、それはね、うん、で、できるといいのかな、うん、まあ、本当それができるとみんなが集まれる場所にもなるし、うん、練習ビル環境、サポーターの環境も良くなるし、うん、まあ、選手も練習終わった後にちゃんと食事が取れて、意外となんかたまに鹿島に来てこっちの選手側のロッカー入れてもらったりとかすると、うん、確かにご飯の中で食べてる選手いるんだよね、うん、持ってきて、だから、まあ、あっちで食べれたらいいのになと思いながらも食べたこともあったし、まあ、自分たちが選手の時も向こうから持ってきてもらって中で食べたりとかしたから、まあ、本当は向こうで出してもらってすぐ食べてっていうのがいいかなと思ってました。うん、昔なんかさ自分たちでメニューきなんか作ってたんだよね、作ってくれて出してくれた、うん、分かる分かるとかも、まあそこまでそうちょっとできないかもしれないけど、うん、まあけどそういうなんかみんなの憩いの場になるところがあると、うん、まあ嬉しいよね。まあ少しずつにはなると思うので、うん、最初はね、まあ、ドリンクとかそういうものから、まあ、ちょっとした軽食で最終的にはね、前元山スペシャルとかね、そうそう、あったあった、なんかそういう選手の内容は覚えてないけどなんかそういう風になっていくと、うん、うん、まあいいかなっていう、うん、ぜひね今回のクラウドファンディングで賛同いただいて、で支援いただいたものっていうのはなるべくカフェ、そうお願いします、あ、まあ、リニューアルじゃないけどもそういう形でこうできるように、はい、お願いします、元の、こう移行というか、はい、って形で伝えておきますので、はい、選手ファンサポーターが憩える場所、うん、という意味で、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。